2020年オリンピックに向け、都内の自転車道を倍増させる構想を掲げている舛添知事は、今日台東区の自転車道を視察しました。知事が視察したのは、JR 上野駅から東に伸びる浅草通りの自転車道です。この自転車道は、自転車が走るエリアと歩行者道が街路樹によって分けられ、車道とも分離していて、安全性を高めようとしているのが特徴です。歩く人とも邪魔ならないし、スムーズにスーッといけるから、それぞれ勝手だから人間みんなだから、そうやって区別してもらった方がいいんじゃないですかね。都は自転車道の整備手法として、このほか独立の自転車道を設ける、歩道に自転車の通行エリアを色分けして示す、車道の東側に自転車レーンを設けるなど、合わせて4つのやり方を検討していて、知事は今日それぞれのタイプの自転車道を視察。今後、都内の道路事情に合わせて使い分けていくとしています。今の、自転車レーンを倍増すると。で、区道や都道でも、もっと増やしていくと。舛添知事は2020年までに自転車道をおよそ120キロ整備し、総延長を240キロにする方針を立てています。